そもそもこの森林総合教育センターのきっかけがドイツ の、 ハウスデスバルデスっていう施設をモデルにやろうというところで決まっていて、やっぱあそこの施設っていうのは建物とこう外の環境が一体化されてて、あとガラス張りのこうドームみたいな形になっている中で、中のこう椅子からで元になってた樹木につながっていくような展示があったりっていうので、建築とプログラムが一体化されているというところが非常に特徴だったので、じゃあ日本で作るにおいてもやっぱりそういったプログラムと建築がまあセットになってお互い相乗効果を高め合うような、まあ、こんな施設を作っていきたいねっていうところからスタートしました。こんなの作ったらいいのかなとぼやぼやっと僕の中にもあったんですよね。こんなこうみんなマルシェもしたり、いろんな人が来たりとかぼやぼやっとしてたら、ドイツの連携協定を結んだんです、ドイツの大学と。でその関係で僕ドイツの、いろんな現場に行った時に、たまたまそのシュトゥットガルトの町の都市部のすぐ近郊に、ハウスデスバウです、ドイツ語で言うの意味で言うと森の家っていうところがあって、でそこ行ったらなんかこう僕がイメージしてるのにすごく近かったものはまだあるんですよ、あるじゃんと思って、で週末になるとみんなただ単にご飯を食べに来たりだとか、でそのきっかけで森のことを知るようになったりとか、世界にもあんまり例がないんじゃないかと思うんですよ。2018年の2月だったと思うんですが、泊まり込みで学生をちょっと合宿させながら、でそれを学生が1週間で形にするっていうね、短期のワークショップをして、で最終日に熊先生をお呼びしてコメントもらいながら、さらにブラッシュアップしようかって会を作ろうといったことでスタートしました。なので学内で作っ取れた木を学内で製材して、あるいは準備しながら使っていくっていう流れっていうのは非常に貴重な体験になってくるんじゃないかなと。木の根からの水の吸い上げを抑えて、芯材部分の水を減らし、立ったままで減らしてしまおうという作業です。無理やりやっちゃうと倒した後これまたしなってややこしくなるんで、初めにた、ね、空間開けといてからやる。ひも切りとかみそ切りと称する斧で切るんです。あ、それみそ切りっていうの。はい、3箇所残して穴開ける方式で、斧で実際にお医者さんに出してる職人も呼んで学生が一緒に切ります。その方の指導を手折り残してるんですか。はい、すごい。あだいいね。あだもうちょい。おー、大山の神登り山一本出るぞね。やっぱり構造的なところを非常にこだわっていて、しかし熊さんがおっしゃるこう V 字の柱っていうのをどう作ろうかっていうのを考えたときに、まあ、丸太で今回は作ろうとしているんですね。で要は太い丸太で大きな屋根を支えるといったことをベースにしようと、この丸太の力強さを、屋根を支える構造にできないかなといったことで、太い柱と太い梁によって支えよう、で壁をなるべくなくそうという構造ルートを取りました。冒頭を通さないかもね。冒頭がなかなか上からと下からと片方からやったらとんでもない方がいいってまうもんで、加工は絶対難しいと思いますね。もう こういうのでここもこう直角出して、しかも向こうと合わせないといけないっていう、難しいですよね。で向こうのあれとこれ平行ってことですか。全ての人と森をつないで森と暮らす、やっぱり楽しさ、森のことの知識じゃなくてまずは楽しさを伝える、それからやっぱり日本人が持ってきた森林文化っていう文化の豊かさ、やっぱり
もう暮らしとやっぱり密接につながってますから、そういったものをまあ次世代やっぱり次の世代にどんどん伝えていけるような場所にしたいよねっていうのが本当の大元のコンセプトです。そのためのこのセンターは実験場、この建物はものすごくいろんな人に知ってもらって、初めて一度も森の良さを分かってない人もなんとなくおしゃれだから行ってみようかなとか、なんか楽しそうだなと、時間があるし寄ってみるかみたいなぐらいで入ってきて伝わる。森とつながるって楽しいんだなとか、みんなで作るって楽しいんだなとか、でもそれがあんまりにもお金がかかるもんだとやらないだろうけど、手作りでみんなで経験集とかでやっちゃったらできちゃうじゃんみたいな、そういう規模。いや、本当に木を切って使い道どうしようっていう人いっぱいいて、実は、だから森に入ってる人でさえそういう人が多いから、そういう人の切り口にもなるし、森に入ったことない人はもちろんね、これをきっかけに森に入っていくっていう切り口、なんかそういう人たちをつなぐものにもなるかもしれない。マスタープランってなんかこうさらに将来的に見てビジターセンターにも貼っておきたいんですよ、こう専用が、実際にあるので、今ナバさんが言うようにそういうやつがパーッと見えるといい、ね、すっごいいいんやね、山って実は人間が手出した以上最後までしっかり管理をして、いい状態に持っていかなきゃダメなので、木を切ることが悪いことじゃなくて、森を健全するために人間が手を入れる部分が必要ですよね、いろんなレイヤーをこう絵にしてその全体コミュニティとしてそのレイヤーレイヤーを考えて、それとインタラクション、関わっていくようなプロセス、生き物とかだとこういうレイヤーのこうマップができる、森ってこういう切り口で全部見ていくし、こういうものを建てるとき作るときはこういうこれだけのことを見ていかないと、ただの森って言ってどこも同じ森で、まずはそういう観察していろんなこのリソースをここに落とし込めて、なんかそれをもちゃんと見える化したいんですよ。なんかもっと地とか、よく言えば地球の声聞きながらやった、なんかそんな気がして、主人公が常にこう、ね、人間になってる感じ、話聞いてると、要は僕らって結局森のこと伝えてるけど、限定された近い人にしか伝えてないっていうのがやっぱりあるんですよ、そうじゃなくてもう大半の人は森なんか入らない人ばっかりで、そこにどうアプローチするのってのは大事で、この顔を見ながらずっと舐めていくと、こっち側に何ができるのっていうのがランドスケープで重要になって、まあ、まずは どのように道を作るかってところもね、多分あると思うし、まあ、例えばこういろんな木の間をこうせっかくだから縫っていけたらいいと思うし、ここ涼しいよねとか、森を感じてもらう、音を聞いたせさぎの音を聞いたらなんか気持ちいいとか、あ涼しいなって感じる、本当やっぱり感じるところが一番重要なんだけど、やっぱりね、こうやっぱり水の音とか水が欲しいんですよ、山があることによって水が保持されてるんですよね、どうとかというそういう話がね、そうですよね、非常にこう生き生きと感じられると思うので、せっかくこんな大きな屋根作ってるんだから水がいっぱい集まるでしょっていうところから、地下にタンクを少し埋めてまして、で手押しポンプで子供たちがこう組み上げられる、みんなで一緒にシェアする時間あってるんだよね、それは単にこれからここでやるであろうソフトもそうだし、チームビルディングとね、なんかこうプログラムをみんなで体験しに行くとか、森と暮らす楽しさってなんだろうって、実体験、キャンプ楽しかった、だけど家に帰ったらまた元の生活に戻る、そうじゃなくてもっと体験の日常化を、どうやったらできるのかって、そこがまだまだチャレンジしなきゃいけないから、表情が柔らかくなります。それから打ち解けることができるので、お話ししてくれたりとか、笑顔がやっぱ変わりますね。取れるんでしょうね、カバーというか。でもそれは森のおかげもあります。森の神様お邪魔します。みんな元気です。
最初のこう森に入るきっかけなくて全然こう関係なく生活している人にとって一生森と関わらなくても住ん、ね、過ごしていけると思っちゃうじゃないですか。だからこそやっぱりその最初の取っかかりっていうのをたくさん作っていけたらいいなというふうに思うし、やっぱり圧倒的に森が力を持ってるから入ってみたらみんな何かに気づくと思うんですよね。森のことを伝えてきたんですよ今までね。森って何かとか森はどれだけ大事かって、そういうこっちじゃなくてこっちを揺さぶるような、あ楽しい、あ気持ちいいっていうそれぞれのこう入り口をちゃんと開いていけたらいいなっていうふうに。あの自然の色合いで物事ができていくって、ね、色を手に入れるってことはね、買うんじゃなくて、はい、うん、学生が卒業して何年か後に来てみたら、うん、あこんな例えば自分が手かけた山がこんな風になってるんだっていう、はいはい、そういうのが気づくとまたそれは面白いし、はいはい、それくらい自然も豊かで、うんうん、あのそういったところがいろんな意味で、うん、いろんな本当にありとあらゆる人たちにとっていろんな学びが提供できれば一番理想的だよね、うんうん、10年経つともう本当にちっちゃい子どもたちが割と青年になったり大人になったり来ていってるので、まあ、そういった子たちがまた次の世代の子どもたちを連れてやってきたい、あそこ行こうねっていうふうにやってきてもらって、つい戻りたくなる場所みたいな。